皆さんこんにちは、奈良岡仁子です。今回の動画は大人の、それはもう大人のチョコバナナを作っていきたいと思います。私もしっかりアラサー女ですから、もうそれはもう普通のチョコバナナじゃ満足できない、あとお祭りとかにも行ける元気ない、一緒に行く男もいないし、チョコバナナ買って食べる勇気もない、だけど食べたいので、お家でチョコバナナを作っていきたいと思います。使っていく材料はこちら、バナナ、そしてチョコレートはお好みの、ブラックと今回私はホワイトチョコを選びました。そしてトッピング用の材料はこちらです。私は今回こんな感じのラインナップにしております。バームクーヘンをこのお酒ですね、お酒で浸して、これも一緒にデュークシしちゃうっていう感じにしたいと思います。そして大好きな柿の種、そのまんま柚子なんかも使っていきます。お酒とか柿の種とかね、ちょっと変わり種も使っていくので、正直美味しくなるかは分かりませんが、やってみます。まずはこのおバナナ剥いちゃうよ。あーすっごいちょっと待って、お釜みたいになってない？私大丈夫？この時バナナは冷やさないで常温にしといてください。今回私は結構熟れてるのを買っちゃったんだけど、固めのバナナの方が使いやすいです。綺麗に剥けました。そしたらこれ割り箸で刺していきます。この時重たい方を下にしてあげた方がバランス取りやすいです。でこうだね、このバナナのここ真ん中ら辺に刺すイメージなので、この辺からこうやって刺して安定させます。ジュクシジュクシと、もうこれでチョコバナナっぽいね。そしてこの1本は今回カットしてみたいと思います。割り箸に刺しやすいサイズに切ります。トッピング用に用意してた今回バームクーヘン、これも切っていきます。トントントン、これカステラとかでもいいかも。お皿に入れて酒を用意します。今回バーボンと芋焼酎にします。バームクーヘンに浸します。お酒しみしみのケーキ、これを交互にジュクシ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 、イエーイ、ジュクシ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 、蓋して、はい、できた。そしてチョコを溶かします。今回は電子レンジで溶かしていくので、耐熱の容器、これにチョコレートを割り入れていきます。はい、こんな感じ。そして電子レンジにラップしないで入れて、我が家は500ワットなので1分10秒くらい。スタート。はい、結構溶けてますね。こうやって混ぜるとだんだん周りのチョコレートの熱で溶けてきます。完全に溶けきらなかったら10秒ずつとかしっかり見ながら溶かしていきましょう。溶けた。このバナナにこうやってつけるんではなくって、これをかける感じでね、たらーっとかけていきます。これはちょっと置いといて、ちょっとこういう風にランダムにねやってみたりもしちゃおうかな。今度はバーボン入りのねバームクーヘンバナナにもかけていきます。こっちの方が串はすごい安定してる。めちゃくちゃうまそうだよ。もうブラックはこんな感じ。ここにトッピングしていきます。そのまんまゆずを、おしゃれやん。このお塩ね、そしたら、そしてホワイトチョコも溶かします。1分終わってこんな感じ。普通のチョコよりね、ホワイトの方が溶けづらいんでね。一見溶けてなさそうだけど、結構溶けてる。ちょっとまだ硬いから、プラス10秒ぐらいやってみましょうか。ホワイトは結構溶けづらいんで、これ以上多分温めちゃうとむしろパサパサになりそうなんで、ちょっと塗りづらいんだけど、これぐらいにしといてみます。これは塗る感じにしますね。ここは、こっちは柿の種かな。ピーナッツも乗せるよ。すごい光景。ここにもちょっと垂らしてみようか。あー、うまくいかんかった。これを
じゃない？あ、いいじゃん、いいじゃん。それっぽい、それっぽい。いいじゃん、いいじゃん。あ、それっぽい、それっぽい。いつもホワイトにしましょうか。もう半分はブラック。あ、なんかこそっと落ちた。マーブルになりました。これはこれでいいんじゃないですか。冷蔵庫で30分冷やしてチョコを固めます。はい、ということで完成。チョコがしっかり固まって美味しそう。じゃあいただきます。どれにしよう。じゃあまずはシンプルなチョコがけ、オンリーダブルチョコがけです。いただきます。うん、美味しい。イメージしてるのはね、私サシャが好きなの、チョコレートのサシャ、あれのパリパリ感すごく好きで、でこれも細かくこういう風にねかければ出るかなと思ったけど、割となんかやりたいことは出てる。美味しい。うん、パリパリパリって聞こえる？うまい。ではこのゆずまんまにブラックチョココーティングです。いただきます。うわちょっと待って、え、パティスリー2個、めちゃくちゃ美味しいんだけど。よくあるじゃん、オレンジピールのさチョコレート、あれにこのバナナの甘さも加わってめちゃくちゃうまい。びっくりした。あ、うまっ。絶対これ一番うまいって、もう多分めちゃくちゃうまくて超えられない気がする。うまっ。あとこのかけたこのアラザンっていうの、金色のこれのこのカリカリする食感も相まって、もう、うん、普通に高級スイーツの味する。お次は変わり種、柿の種にホワイトチョコですね。甘めのホワイトチョコにこのしょっぱいね柿の種合うんじゃないのって思います。いただきます。うん、うん、うまい、うまい。こんなずっとチョコバナナ食べてたら飽きると思うんだけど、全然食えちゃう。全然違う。トッピングとこのやっぱチョコのね味を変えるっていうのいいわ。うん、うまっ。うん、いや柿の種うまっ。あれだね、あの北海道にあるさ、なんだっけあれ、ロイズのあのチョコポテチみたいなのあるじゃない、あれ食べてるみたいな感じね。めっちゃうまい。やっぱしょっぱいのと甘いのっていいね、合う。うん、うん、うまい。次は気になるこちら。こちらどっちもあのお酒を浸したねバームクーヘンとバナナでサンドイッチさせました。こっちがワイルドターキーしみしみチョコバナナと、こっちが芋焼酎しみしみホワイトブラックダブルチョコかけです。トッピングつけるだけでもすごく可愛いね。お家でもマジ簡単に映えるじゃん。あ、もう香りがすごい。いいわ。じゃあまずはワイルドターキーバーボンいただきます。またここはね、頭はバナナな気がする。うん、ね、待って、うん、もうちょっとお酒の味する隣にあるから香りがすごくきます。うん、うん、うん、大人。うーん、うまっ。いや酒強っ。うまい。とりあえず取っちゃった。これマジで酔う。一回お酒もう入ってるから強いんだけど、このバナナのこのまろやかな感じとねチョコが合うわ。食べれるこれは。まあ大人だけね。そして芋焼酎の方いただきます。まあ、口の中でチョコまみれ。
柔らかい香りがするわ。うん、うん、うわっ、うまっ、飛ぶ、うまっ。いろんなお酒の種類で楽しめる気がする。日本酒とかも絶対合うし、自分の好きな銘柄のね、ウイスキーとかも合うし、これが一番大人なチョコバナナ。おいしい。やばこれ、まあ、ちょっと酔ってきた気がする。これあとちゃんとお腹にたまる。あー、いや牛乳合う。はい、ということで、お祭りに行かなくてもお家でこんなに楽しくねチョコバナナが作れる、しかも大人なね、自分好みなねちょっとチョコバナナいろいろ作れたのでめちゃくちゃ楽しかった。家でやった方が安いし、本当に自分好みのがね今回作れたので大成功でした。皆さんも夏らしいことしてみてください。はい、ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、 Instagram のフォロー、また動画の高評価やコメントもお待ちしてます。ということで、さようなら、バイバーイ。